こんばんは。よいしょ。こんばんは。今日は早めの配信ですね。いつもに比べたら。いつもに比べたらというよりかは最近の中では、こんばんは。よいしょ。そうだね、そう、最近遅かったからね。そう、最近の中で一番早く家に帰ってこれました、今日だから。配信も早くしようと思って、だからね、そう、早い時間の方がやっぱいいよね。早くもないけどね、もうすでに9時45分、10時だからさ。今日髪の毛かわいいでしょ、服もかわいいでしょ。ちなみにちょっとお眠です。私もちょっとだけお眠ですけど、まあでも多分そのうちシャキシャキしてくるんだろうなって思いますね。シャキシャキしてくるってなんだよって感じだと思うけど、多分そのうちシャキシャキしてくるんだと思います。なんかさ、今日からいろいろというか、ポップアップカフェが始まったみたいでってすごい人ごとみたいなんだけど、そう、始まったんですね。行った方いらっしゃいますか？原宿の竹下通りのカフェなんだけど、行ってきた？おお。あ、そうそう、店舗別の生写真が発表されたり、そうそうそう、たりね。お、行ってきた方結構いらっしゃいますね。木曜に行きます。おお、なんかさ、あれは予約制なんですか、あのカフェは。おお、イーハのコースターゲットしました。わあ、やった。あのコースター結構自分的に漏れコースター漏れコースターなので、ぜひゲットしてください。今日はあれだよね、夏希とマリナさんとみゆみゆさんと、あとななみさんもお店にいたみたいで。すごいいいな。なんかさ、ポップアップカフェってすごい憧れだったし、なんだろうな、やっぱアイドル、好きなアイドルのポップアップカフェって絶対一度はその告知を目にしたことがあったから、なんかその NGT でポップアップカフェができるのがすごい嬉しいし、あとしかもめちゃめちゃ可愛いお店で、じゃないですか、ピンクのね、真っピンクのお店で
コラボカフェをさせていただいてるんですよ。すごい、なんかすごいなって思って嬉しくて、あと自分たちで考えたメニューもあったりとか。そうなの、すごい憧れが詰まったポップアップで、コースターとかもすごいなんかコラボカフェって感じだし、ゆうはも行きたいんだよね。いけるんじゃない、分かんないけど、結構長くやってるんですね。行きたい行きたい。なんかみんなのね、その今日カフェに行きましたっていうのをの投稿を見たんだけど、すごいなんかメンバーから直接コースターを渡してもらいましたとか、そういうのを見て、あ、そんな感じなんだって思って、すごいいいなって、楽しそうだなって思いました。行きたい。ね、見てるだけで絶対楽しいんだろうなって思いましたね。行きたいとは客として、どっちも、客、お客さんとしても行きたいし、メンバーとしても行きたい、そのファンの皆さんとそうやって楽しめるのであれば。NGT 劇場の隣に NGT カフェ作るべきね、作ればいいよそんな簡単に言えないけど、作ればね、楽しそうだよね。時娘使ったなんかカフェじゃなくなるけど、ご飯と飲み物セットコースター付きとかいいじゃん。うん、カフェっぽくはないけどいいんですよ多分あのそこは NGT ならでは。カフェね、まあ別に4階隣にできたら一番いいけど、隣じゃなくてもラブラー2の中とかにちょっとねできたらいいんだけどな。だってね、夢だよね、絶対いいと思う。だって結構なんだろう、 NGT 劇場に来てくださる方って昼夜に、昼夜公演ある時って昼夜公演入ってくださる方が多いじゃないですか。ってなるとさ、時間を、その昼夜の間の時間を埋めるのとかも結構大変だったりするじゃない。だからそういう時はそこでくつろぎタイム、やっぱり歩き回るのもそれはそれで疲れると思うから、くつろぎタイムのカフェとしてあのね作ったら良いんじゃないでしょうか。めっちゃ妄想ねただの妄想なんですけど、そうなんだよね、昼夜の時間とかさ、それこそさ、今みんなはあれじゃないですか、きっと4期生に受付をしてもらうためにその受付とかも早く行くんじゃないですかね。ねえ、そうでしょ、んって
知らないふりをしなくていいんですよそういうわけじゃないですか。まあだからさ、受付して早めに受付して、それもそれで朝からそれこそご飯を食べ、じゃあご飯屋さんに行こうとかちょっと難しいじゃないですか。難しいというか、ちょっとさ、なんか、まあ、10時ぐらいに、10時受付はないかな、早めに受付してちょっと開演まで時間あるけど、なんかどっか出かけられるほどでもないし、ちょっと1時間くらい時間潰したいけど、意外とね、なんかフラッと入れるいい場所が思いつかなかったりするから、そういう時にいいところNew 朝ごはん美味しいとこ、知りたいです。逆にみんな美味しいところあるって。なるほどね。入場開始前に行かないと黒板の写真が撮りにくい。それはね、確かにそうだね。そうだよね。もうそう、入場始まっちゃうとあそこの前人多いもんね。それこそ三角と丸さんのおにぎり食べに行ってた。あー、でもそういう方もたくさんいらっしゃいましたよね。ありがたかった、嬉しかったです。でももうね、おにぎりも終わっちゃったからね、今年。10時に受付して、10時半弁慶かき揚げ、うわ最高、いいですね、贅沢な朝だ贅沢な朝をお過ごしで。嬉しい。きんぴらチーズの組み合わせ神だと未だに思ってる。やったね。それはね、めっちゃ褒められるし、自分でも未だに思ってる。神組み合わせだった。きんぴらシーズンまた食べたいね。食べたいよね。いやもう結局2回ぐらいしか食べれなかったかな。一番売れた説ある。あるかな。でも本当にほぼ毎回販売してくださったので、結構選択肢、みんなの選択肢に入る機会はいっぱいあったと思うから、普通にファンの方以外も食べてくれたのかな、ちょっとそこ何も分かんないんだけど、食べててほしいな。で、これ考えた人いいねって思ってもらえてたらいいなって。そうそう、多分ね、コスパがいいおにぎりを作ったんですよ、私は。きんぴらチーズ、きんぴらごぼうチーズ。そうそう、お本当？一般の方も買ってるの見た。わあ嬉しい。やったね。そう、なんか結構さ、なんか本当に作りたいおにぎり要望を聞いて、ほぼそれを叶えてくださるっていうのは聞いていたんだけど、それでもゆうはは自分が普通に食べてみたいおにぎりを作りたくて。それを考えたら、なんかめっちゃ無難じゃないけど、なんていうの、豪華系じゃないおにぎりになってしまっていや、なんかみんなのがバーって出てきた時に、あれ、ゆうはのおにぎりちょっとなんか
シンプルじゃねって思ったんだけど、今になったらそれでよかったなって。思った。これね本当にみんななんか全国展開してほしい。きんぴらごぼう大好き。美味しくてお財布にも優しい。そうだね、美味しいしお財布にも優しいしお腹にも優しいからね。コンビニで売ってほしいね本当に。コンビニで売ったらでもちょっと高いかもね。あ、どうだろう、それは分かんない、コンビニの人じゃないからさ。うん、そう、栄養バランスも良い。そうなの、あの冬に向けて考えたから、根菜で体が温まるようにと思って。選びました。ご飯は NGT48 で作ってる時娘ですね。コシヒカリか。でもメンフェスのコラボメニューも楽しみ。うーん、確かにイハたちもまだね、全然まだその前回会ってからまだお会いしてないので楽しみですね。あ、そうそうなの、ちょっと話どん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 移り変わるけど、メンフェスの公開収録があります。なんとおじやメンフェス公開収録を今年行うことになりました。去年出演させていただいた NCT さんのチョリップナビゲーションがおじや市民会館で9月24日に公開収録をさせていただく予定です。あ、お仕事お休みもらえそう、うん、よかった。そう、めっちゃ平日なんだからなんだからめちゃめちゃ平日なんだけど、平日のお昼なんだけど、あ、そうなんです、結構長い時間ですよね。3時間くらいあったかな。みんな仕事を休んでありがとう。火曜日会議で厳しい。わあ、そうだよね、そうなんだよね。あ、そうなんですよ、連休明けだから休みがたい。そうだよね、23日まで休みだからね、世の中。3時間みんなと一緒にいることってないですよ、なかなか。今までだって公演も前2時間だし、コンサートだって2時間ぐらいだし、だからさ、なかなかない機会かなって思ってて、しかもどんな感じになるかは全然わからないけど、そのユーハがファンとして参加した時のおじやメンフェスのラーメン部とメンフェスのイベント、あれは何だったっけ、あれもでもラジオの公開収録だったかな。
これだ。そうだ、 BSN ラジオ。ラジオの公開収録が何年前だこれ。2021年だから3年前。そう、3年前にもラーメン部は小千谷市民会館に来てくださっていてですね、その時は自分は客席にいたので、今回はステージで、しかもメンフェスの応援団長でこのイベントが行われるっていうことがすごく不思議だし嬉しいし、不思議な気持ちですね。でもそっちの方がでっかいかも。やってみて。こうやって写真撮って、チケットと写真とキーホルダーを、並べてめちゃめちゃ楽しんでました。これはね、トークイベントだったんだよね。神戸だったですよ。そう、市民会館って前回のキーホルダーガチャをやってた場所だよね。そうです、そうそうそう、あ、そうそう、ラーメンワンダーランドもそう、一曲披露してしてて、してくれるかなって思って、なんか期待していってしまったから、これでなかったらどうしようかなって思ってたけど、しっかり曲も披露してくれてすごく嬉しかった気持ちがありますね。何人くらい入る？あのね、市民会館400人くらい入れます。だから全然めっちゃ入れる。400人くらい入れんのかな。待って、そんな情報見たんだけど、そうだね、申し込みは早めがいいと思います。430人、そう、そうだね、ありがとうございます。そう、430人キャパです。劇場より広い。なのでぜひ来てくださると嬉しいですね。まだそれはね、メンフェス始まってないけど、そこでそのメニューが公開されるとか、平日昼間に430人、ね、集められたらそりゃもうユーハはすごい嬉しいよ、泣くよ。あ、 QR コードから申し込めるようになったんですね。なんと皆さん、東京に住んでいてもどこに住んでいても大丈夫ですよ。 QR コードから申し込みできるみたいです。ユハが言ってた時はさ、市民会館に直接行って
整理券をもらわないといけなかったんだよ。しかも小千谷市民限定だったんだよね、最初そのイベントが確かだったかな、長岡か小千谷だったか。そうだから学校で普通に申し込み始まるのが平日の昼間だったから、私は普通に学校に行ってたからおばあちゃんに頼んで、おばあちゃんにそう並ばせて取ってきてもらったんですよね。うん、そう、なんかしたことある、この話したことあります。そうだからおばあちゃん様様ですよ、ありがとうございますでも今年は安心してください、どこからでもチケット取れるようなので。しかも、お金かからないので入場無料イベントなのでぜひ。ブラジルからも申し込める、そうだよね、ブラジルからも申し込める、やったぜやったぜだね。そう、無料で3時間だよ。その分ラーメンをそうですね、多分その分ラーメンをやっぱりみんなにはきっとラーメンにつぎ込んでもらうんだろうなって、つぎ込んでもらう、よくわかんないけどラーメン食べれるとそこになるんじゃないかな。多分ちゃんと喋ると思うし、なんならユーハが一番喋らなきゃいけない立場なんじゃないになるんじゃないかなって思ってて、ちょっと緊張してるけど、全然何にも分かんないんだけどね。まだ。そう、日向のお二人もいらっしゃるので、すごい多分楽しい公開収録になると思います。もうぜひ皆さんに来てほしいし、ぜひ帰りにメイフェスの予行練習としてラーメン食べて帰って、ラーメンお蕎麦食べて帰っていただけると一番いい、一番いいコースなんじゃないかなって。23日はちなみにオンラインおしゃべり会がございます。そしてなんとこの期間ビスイベント中なんです。そう、ちょっとそれがねなんですけど、そうなんですね。はい、その前の日は誕生日でございます。私の20歳の誕生日です。公演とかあるかとか何も分かんないけど、まあもしこれで公演が土日とか土日公演で月曜日おしゃべり会でってなったら、ゆははもうその時はイベントどうやって乗り切ろうかちゃんと考えなきゃいけないけど、あ、20日まで発表になったんだ、公演のメンバー。これ8月21だな。9月4日の公演に出演します。あ、
公園これしかないんだね。そっか、オフラインとかあったりするもんね。フェスとかもあるんだ。そっかそっか。9月7日8日が輝きフェス。9月7日はオンラインおしゃべり会。そうだよね。アットジャムは14、15、16。9月14はおしゃべり会。おお、なるほど。じゃあもう本当に土日はイベントで埋まるから公演はできないってことか。 NST 祭りもあるんですか。NGT は16日。すごい、なんか8月さ驚くくらい公演してたから9月が公演少なく感じる。すっごく、だし自分が全てに出演してたからなおさら少なく感じるね。9月も盛りだくさんなの嬉しいね。じゃあまだまだ夏は終われないってことですね。いいね、楽しみだね。まだまだ楽しみいっぱいある。またなんかおしゃべり会の、おしゃべり会のではないのか、なんか CD 販売始まりますっていうツイート見たけど気のせいか。お、知らない間にラブラの看板が変わってるっていうのをファンの人のツイートでチェックし、ツイートで流れてきた。そうなんだ、さっき変わったんだ。知らない、知らなかった。今日変わるみたいなことは聞いてたんだけど、今日の夜、あ、違う、今日の朝、あ、わかんない、なんかわかんないけど、まあこう26日が最後ぐらいですよっていうのをちょっとね聞いてはいたんですけど、こんな突然変わると思わなかったね。そう、めっちゃ遠くから撮ったんですけどね。あの別の看板もなんかすごい、初めて自分があそこの看板に入れたすごい思い出深い看板だったから外れるのは少し寂しかったけど、またね新たな看板ができたので、ぜひ皆さん見に行ってみてください。今度は近くで撮って、そうだね
でも最初は近くでちゃんと撮ったし、自撮りも多分したし、だからね、もう役目はしっかり果たしてくれてるから大丈夫です。あ、そう、駅のビジョンはいい子、そうなの、もう終わっちゃったかもしれない、告知できないまま終わってしまったかもなんですけど、あの新潟駅の新潟駅のあらゆる箇所のなんて言うんだろう、その広告みたいな画面が流れるところ、サイネージ、それです、サイネージで、ゆうはともっちゃんとなつきといそで4人で撮った一緒の花火ぜひ聴いてくださいっていう動画が流れてたんですけど、今日また切り替わったのかな、かも、新潟駅とバンダイシティ、そう、どうなの、言うの忘れてた、あーごめんなさい、あれは頑張って撮りました、あれは実は6公演終わった後に撮ったのであの動画撮る直前まで頭の上にハートが生えてたんですけど、ハートを折りたたんでみんなで、しかもその日全員だからポニーテールで、なんかせっかくそうなの、結構ふわふわな服着てたのに、まあでもハートが生えてないだけね。あのサイネージにさ、3人ハートに囲まれたイソとかがいて映ってたら、もうなんかとんでもないグループかと思ってしまうじゃないですか。そうそう、ハートをしまってもらって撮りました。しかもその10秒に収めなきゃいけなくて、それがもうちょっと 0. 何秒過ぎてももう一回になっちゃうから、むずかった、めっちゃむずかった。皆さんこんにちは、 NGT48 です。8月28日に10枚目シングル一瞬の花火がリリースされます。ぜひ聴いてください。 NGT48 でした。でももうその時は、今はこうやってスラスラ言えるけど、その時はもうさ、公演終わりでさ、自分の頭も回らない、口も回らない、なんかどん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 分からなくなってくるみたいな感じで、めっちゃ結構何テイクかしましたね。ほんと一瞬ちょっと息吸いすぎたとかでもオーバーしちゃったり、逆に早すぎたりとかもいろいろあって大変だった。はあ、でももう今は呪文のように唱えられる。でもね、たくさんの方に見てもらえてすごく嬉しかったですし、なんと自分でも見れました。しかもね、しかも一番大きい、新潟駅の一番大きいところのに映ってる時を見れて、おーって思って動画撮ろうと思ったら、カバンからスマホ出してる間に、以上 NGT48 でしたがもう流れてた。で、こういうのとがもう始まってて結局自分がほぼ映ってるところ撮れなかった10秒って本当に一瞬で、ああ一瞬の花火一瞬だなって思って、本当にだってさ、でもいつ来るかもわからないから、携帯を構えておくわけにもいかないし、なんか10分に1回っていうのを聞いてたけど、10分もちょっとこうできないし、ちょうどエスカレーターを降りている途中だったから、
でもそれをそれをね、ママがその伊波たちの週に切り替わった初日に、もしと取れたら取ってきてじゃないけど、今日から伊波たちのやつなんでしょみたいなことを言ってきて、そうだよって、でも伊波今日は新潟に行かないからって言ってたけど、言ってたからもうなんか撮ってほしいのかなって、撮ってきてほしいのかなって思ったから、そのエスカレーターで偶然見れた写真と動画を送ったんですね。そしたらなんと帰ってきた返事が、おーすごいじゃんは帰ってきたんだけど、その後にてか自分で自分撮ったんだねって笑って言われて、いえ悪いですか、だってママが撮ってほしいのかなって思ったからってママが撮ってほしくて送ってほしいんだと思って送ったんだけど違ったって言ったら、うんまあ別にそういうことじゃなかったみたいないいじゃんね、そう自分撮ったってね、あのでっかい画面に自分映ってたら撮りたくもなるよ。しかもその本当に一瞬最後の2秒ぐらいしか撮れなかったから、短ってきてうんだってしょうがないじゃん、カバンから出してたら終わったんだよって、でもほんと一瞬そんな感じで、そうもしいつまた切り替わる、1週間も多分経ったから切り替わっちゃったと思うけど、見てくださった皆さんありがとうございました。スマホ手に持って歩かないスタイル、いやあの割と手に持って歩いてる時多いんだけど、そういう肝心な時に限って持ってないんだよね、そういう人間なんですよね私あと話したいことは、なんか4期生が29日30日でおしゃべり会じゃなくて CD のお渡し会をするみたいですね。すごい楽しそうで、ゆうはもやりたいなって思ったっていうこと、そういいな、なんかやりたいんですけど、どうしやりたいです、3期生はまだファンの方と握手もしたことないし、そうやってそのかなり近く、なんだろうな、おしゃべり会以上の距離になったことがないのね。そうお渡ししたいですよね。ああそうだね、確かにマックのイベントが一番近いか、そうかも、だからさやりたいなって思います。そうそうそう、時娘のお渡し会もしたことないのよね、したことないっけ、ないよね、ないんですよ、あのそうないの、保育園にはたくさん行かせていただいたんだけど、皆さんの元へはちょっとまだお米
行けてなくて。写真手渡しでもらった写真、あー確かに物販近かったね。あーそうだね、劇場のグッズ販売のお手伝いも割と近かったかな。だけどまあだからそういうなんだろうな、結構皆さんの近くに行けるイベントがあんまりないから、お話し会とはまたなんかそれは違った感覚じゃないですか。ちょっと楽しい、なんだおしゃべり会は本当におしゃべりするためだけって感じだけど、このなんていうんですか、はいどうぞっていうこのこれがあるのもまた何また新鮮な感じだから、おしゃべりはおしゃべりに特化できるからすごい楽しい、それも楽しいけど、なんかねそのなんだろうな、なんかちょっとそうそうそう特別感ある感じのイベントもしてみたいなって思うのが本音ですね。ちょっとごめんなさい。1回目閉じたら目が戻ってこなくなるかと思った。眠いって言ったら眠いけど眠いって言ったら眠いけど、眠くないって言えば眠くないですね。なんで、あ、そうそう、メール送ってないんだか。メール送りますね。あとね、たまごっちが、あの、天へ行ってしまったんですよね。そしたら、またまた、あの、うなぎっちになりまして。またうなぎが寝てますよ、今。しかも、今日一日家に忘れてしまって、一日お仕事だったのに、お家に忘れちゃったからまた病気のままベッドで寝てた。なんかすっごい罪悪感、申し訳ない気持ちになりました、なりましたが、ちょっともうね今もう卵っちを育てられるレベルの、卵っち育てる前に自分育て自分の生活を最優先しなきゃいけないくらい今自分、あの、たまごっちよりも自分を育てた方が良さそうな感じなので、はい、そうね、それストレスになってるわけではないけど、そう、ちょっとたまごっちはそっちのけにしてリハとか毎日やってたら、たまごっちはどんどん元気がなくなってしまいます。
そうでもさ、ちょっとなんかたまごっちの話なんだけど、今まで昔自分がやってたたまごっちって、お亡くなりになるとお墓じゃなくて、多分お部屋に、今まで自分がその育ててた部屋に仏壇ができてたのね。仏壇か、なんかなんだっけ、仏壇だったかな、わかんないけど、お墓か仏壇かみたいな感じであったんだけど、なんか今のたまごっちそれなくて、もういきなり電源つけたら、真っ暗の真っ黒い画面にお化けが映ってて、なんかボタンを押したらそのたまごっちのプロフィール出てきて、何歳何日元気みたいな 出てきて、次への何進み方もわからないまま、いろいろポチポチ押してたらまた卵を選ぶ場面になったんだけど、そうピヨピヨもないの、何もなくて、本当にお化けがって1個いるだけで、それで終わっちゃうんだよ。なんかそれも寂しいと思って、なんか現代のたまごっちにまだついていけなくてね。ああなるほどね、最近はお墓を建てない風潮もあるから、ああそうかも、やっぱりちゃんとその時代に合わせて変化しているってことですね。すごいな、たまごっち。そういえば今日はね、ラーメンを食べました。久しぶりに。トマトラーメンぶりだから、そんな久しぶりじゃないか。煮干し醤油ラーメン食べました。めっちゃ美味しかった。ラーメンって本当に美味しい。しかもお仕事終わりに食べたので、お仕事終わりのラーメンは最高だなっていうことを改めて認識しましたね。だからみんながお仕事終わりにラーメン食べるのとか、公演終わりにラーメン食べるのとか、すごいしみるんだろうなって思って。あとそう、なんかいや卵があんまり得意じゃなくて、あんまりさ 今までラーメンの卵、煮卵とかって食べれなかったんだけど、2、3年前高校生になってから食べれるようになって、卵、煮卵の美味しさに気づいたんだけど、なんか気づいた時にはラーメンにあんまり煮卵が乗っていなくなってて、
乗っていなくなったのか、自分が食べるラーメンがその卵が乗っていないのを選びがちなのか。あ、そうだね、トッピングだったりする。それだ、トッピングになってることが多くて最近。だったんだけどね、今日行ったラーメン屋さんは普通に卵が入ってて、だからちゃんとなんか煮卵、ラーメンに入ってる煮卵を食べたのが初めてじゃないと思うけど、なんか久しぶりな感覚というか初めての感覚というかで、めっちゃ美味しいんだなって思った。とろとろ系の煮卵だったんだけど、めっちゃ美味しかった。あれはどうやって食べるのが正解なんだろう。卵オンリーで食べていいのかな。なんか食べ方は分かんなくてさ、これ麺と一緒に食べるのかなって思ったけど、麺と一緒に食べる方法もあんま分かんなくて。卵オンリーでいいんだよね。多分オンリーでいいんだろうけど、あーそれも絶対美味しいと思った。卵半分に割ってスープに、そうだよね、絶対美味しい。まあでもトロトロの卵なら食べれるけど、完熟じゃないな、それトロトロだ、硬いの半熟。あ、違う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 、卵満ちすぎて名前わかんない。何、完熟。あ、違うよね、違う違う、硬ゆでかわかんない、硬いゆで、固ゆででいいの？固ゆでの、もさもさのゆで卵の煮卵はちょっと NG で なのでよかった。あ、メール書いてます。そう、ずっとさっきからずっと書いてる、喋りながら書いてるから全然進まない。インスタ投稿したのでぜひチェックしてください。よし。OK。
送るね。送りました。よし、オッケー、オッケー。そう、インタビューの時の取材をしていただいた時の洋服を載せました。花火出ない。花火出ない。みんなのには出ない。ショールームは対応してないのか。これやりたい。ユーハも多分この携帯は iOS アップデートしてないからならない。誰かに電話してやろうかな。やってみたくないですか。あ、この携帯もダメだな。ユーハのスマホは全然アップデートしていないのでならないみたいです。だから今度誰かオンラインおしゃべり会でやってください。 iOS18 になってる方ぜひお待ちしてます。スマホから花火飛び出す。いや、なんかね、グッドボタンじゃなくてこうやったりすると、こうやったりこうやったりするとなんかグッてやるとパン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 って後ろに勝手に花火が上がるんだって。不思議な機能だよね。楽しいことを考えるんだね、人って。なんか最近はこういうさ、なんだろうな、人間の感情、哲学的なこと、哲学的なことではないけど、そういうことを考えるんだよね。今日の朝思ったんだ。何か忘れちゃったけど、そういうなんか深いことを考えるようになった。深いこと、なんかわかんないけどね、なんかね、何時そう思ったんだっけな。最近なんか深く考えるなって思って、人間の心理を、わかんないけど、でもね、何なんだろう、何をしてそう思ったか忘れちゃったから何も何とも言えないけど、なんかふとそう思った瞬間があって、今度これ言おうって思った。うん、教えますよ今度分かったら。はるかさんの名前が突然いっぱい出てきちゃう。うーん、確かにはるかさんもすごい深く考えるよね。かえりさんもなんだ、なぎちゃんもなんだ、みんなそうなんだ。それもさ、MBTI とか関係あんのかな。 UFO とか怖いから考えないでね。 UFO ね、なんかそういう都市伝説系は怖くてあんまり考えない。
村選手の MBTI は北村選手私の MBTI は INFP か ISFP かどっちか。UFO2 回見た本当UFO なんかさ、よくテレビとかで連れ去られるみたいなあるじゃん。 UFO に連れ去られて、なんか宇宙人と人間のハーフの子供が生まれましたみたいな、それは絶対に嘘だけど、絶対に嘘だけど、そういうのを見て信じちゃうのね。カイリさんはなんかホラーを見てもそういうのを信じないので、私はホラーが好きですみたいなことをインタビューで書いてて、あ、そういうことなんだ、だから怖くないんだって思ったけど、ユウハはそういうのを全て信じるんですね。信じてないけど、なんて言ったらいいかな、口では信じてないって言いたいけど、言いたいし言ってるけど、本当はいるんだろうなみたいな、なんかそういうちょっと何、ちょっと信じてる部分、絶対嘘だよって口では言うけど、あの自分の心の中では、あ、本当にいたらどうしようとか、そういうの思ってる。だからめっちゃ怖いよ。だからそういう、なんて言うんだろう、都市伝説的な話、なんかアニメの都市伝説とかも怖くて、何を言ってんのって思うけど、そんなんね、そんなん絶対怖くないけど怖いんだよね。あとこの話もしたことあるかわかんないけど、お母さんと一緒のキャラクターが変わるときが怖い。何、それも意味わかんないと思う。あ、そうなんだよね。ユハは良くも悪くも疑うということを知らないんですよ。そう、これはね、大人になっていく上で、ね、多分疑うっていうことは必要なことだと思うけど、疑うことがねできない。あ、そう、ちょっと待って、お母さんと一緒の話は怖いんだよね。なんか慣れ親しんだキャラクター、例えばユーハの世代だとグーチョコランタンっていうキャラクターがずっといて、グーチョコランタンをずっと見て育ったから、グーチョコランタンに愛着が湧いてたし、グーチョコランタンしか知らなかったんだけど、グチョコランタンっていう着ぐるみのキャラクターがいて、お母さんと一緒に出てくるね。でそれもさ、でもなんていうんだ、その世代交代みたいな、プリキュアが変わる時とかレンジャーが変わるみたいな感じで変わるんですよ、年で何年間かやったら。でちょうど初めてそのグチョコランタンから変わる時が、自分が何歳だったかな、5歳とか6歳とか、いやもっとかな、まあそのくらいかだったんだけど、その次に来るキャラクターってもうさ、見たこともないキャラクターが目の中に飛び込んでくるわけじゃないですか。で結構そういう何、教育番組のキャラクターってなんていうの、もう現実離れしたキャラクターじゃん。でかなりインパクトの強い、そうそう、独特なキャラクターだから、なんかもうさ、当時の自分にはきっと処理しきれなくて、その新しいキャラクターがもうなんか怖いって思って。
怖い、知らない、なんかどうしよう、怖いなと思って、なぜか分かんないけどその時自分の後ろにドアがあったんだけど、なんでか絶対に、なんでか分かんないけど絶対にいないのに、あ、もしかしたらこのドア開けたらこの顔がポッて出てくるかもしれないとか、そういうのも本当に意味分かんないでしょ。だからもうなんか、なんていうの、背中がゾワゾワして、そういう時って。え、本当想像力が豊か。そうなんだよね、なんかね、ありもしないことを考えるし、なんか、まあ、でもとにかくその時怖くて仕方がなかった。で数日経つともう全然怖くもなくなるんだけど、今でもある。今かたまにあるかな。でもなんかたまにね。そうそう、もともと着ぐるみ怖い。そうなんだけど、もう割とみんな怖くない。エチゴンは怖くないよ。サボさんとかではない。サボさんは逆になんか全然大丈夫だった。そのさ、世代交代が怖くて。お母さんと一緒の、そんな、ちょっとどうでもいい、どうでもいいし意味わかんない話だったんだけどさ。前のキャラクターがどうなっちゃったんだろう。いや、そういう思いじゃないんだよね、多分。え、なんでこの話になったんだっけ。わかんない、心霊とかの話じゃない、 UFO がなんとかみたいな話してて。想像力豊かなのは INFP や ISFP に両方に共通している特徴。あ、そうなんだ。そう、多分どっちにしろ想像力は豊かですね。サントピアワールドのサンちゃんからトピアちゃん、あ、それはね、あの知らない間にサンちゃんいなくなってて、いや、サンちゃんなかなか好きだったんだけどさ、サントピアワールドのサンちゃん、みんなさ知ってますか。なんかあの丸米の味噌みたいな感じのかわいい、かわいい、かわいいキャラクターだった。いや、逆にそっちしか知らなかったから、知らない間にさんちゃんいなくなってて、あれって思って、もうそういえばいなかったなって、気づいた時にはいなかった。あと、そう、それこそ知らぬ間に世代交代は、あの、おじやしのキャラクターのヨシタくん、ヨシタくんっていうキャラクターがいるんだけどね、牛のキャラクターなんだけど、ヨシタくんの顔は結構あの闘牛の牛のキャラクターだったから、あの男前の顔してたの、前はね。あ、うん、ヨシタくん、そう、ちょっと調べてみてください。ヨシタくん、でもその知らない間にめちゃめちゃ可愛い顔になってて
いやもういかつい吉田くんの顔を見て、あいかついくてなんか珍しい、あんまりさあんまりいかついキャラクターいないからいいなって思ってたんだけど、知らない間にめっちゃ可愛く変身してて、あれ吉田くん可愛くなったねって、吉田くんって感じ、なんか前は前の吉田くんは吉田くんって感じだったけど、今の吉田くんは吉田くんって感じなんかそうそうそう、それはね別に怖くなかったけど、怖くなかったけどびっくりした、突然の知らない間に変更で。え、機関車トーマスの顔変わったの？なんかそういうのちょっと面白くてずっと話しちゃうって言って、今日も12時になるのかな。え、トーマスこれかな、違うか、これはまた別のやつか。目がキラキラしてるトーマス、これこれが変更後、あそういうことだ、わーわーピエーンみたいな目してるトーマスの、うーん面白い、そうこんなトーマス、トーマス、なんかねイメージ変わるキャラクターはいっぱいいますね。あとなんだろうね、でもそんなぐらいかな、あんまりないか。あとはシルバニアも結構、シルバニアもね、そう昔のと今のと顔が違うんだけど、今のシルバニアを知って状態から昔のシルバニアを見るとちょっとやっぱり昔のシルバニアはアニマル味が強いなって思った。キャラクターの声優さんが変わったりするのは大丈夫、あ最初は慣れないけど全然そこは大丈夫かな。なんでこんな話してるんだろうINFP の話からか。アニマルミとは、ちょっと今オブラートに包んだアニマルミって言ったんだけどなんかね、今のシルバニアは結構さ、こうなんていうの、動物だけど実際の動物ってこんなになんかなんていうの、めちゃめちゃ目がクリンとしてる全員がそういうわけじゃないじゃん。より本物の動物に近い顔をしている昔の方は、なんかそんな気がするな。持ってるので一番古いの、いや今持ってるのはねもう全然古いのはなくて、昔は持ってたけど全部いとこか誰かにあげちゃってないんだよね。今はもうこの最新のものたちしかなくてね。
あ、よかった、ゆうはちゃんの知らなかった一面知れるの楽しい。よかった、ゆうはなんて多分知らないところまだいっぱいあると思うんだよね。みんなに出せてないところ、それを出していきたいんですけど、自分でもちょっとその出せるタイミングがわからないので、どこが何なのか、どこを出せてないのかもあんまり分かってないので、ふとした瞬間に多分出るかな、不思議な一面が。いや、謎が多い方がいい。謎大きい人ちょっと怖くないですか。でも謎、確かに、でもいやよくわかんないって言われることよくある。多分あんまり自分の話をしないからなんだよね。自分の話の仕方がわからない、なんていうかな。そうそう、結構人の話を聞いてる方が好きだから、自分の話をしなくて、だからそうあんまりなんか よくわかんないなって思われてるんだなって思うことが少々ありますね。確かにね、月の初めに自己紹介するとか。確かに、でもその自己紹介も多分何を紹介したらいいかが分からない。その時にハマってることとかでも話せば毎回違うものにはなるね。あ、じゃあちょっと一個ここでゆうはの秘密じゃないけど、まだ誰にも言ってない、言ってなくはないかな、言ったことあるかな、あのあんまり言ってない、言ってきてない趣味を発表しますねちょうどでもいいよ。ゆうはの密かな趣味があって、それは新作のチロルチョコを買うこと。超どうでもいいでも言ったことないよね多分。もうみんなの反応がこの前チャットに、そうこの前チャットにスイミーのチロルチョコを買ったよっていうのを載せたんだけど、スイミーだから買ったとかじゃなくて、あの新しいチロルチョコが出てたら絶対2個買って、パッケージもいろいろあるから、パッケージもなんか違うの選んで買って、パパに、パパと一緒にそれをしてるわけじゃないけど、パパを勝手に巻き込んでやってるからパパに買っていくんだけど、いつも結局ゆうはが2つ食べちゃう。チロルチョコ、そう意外とね出るんですよね。そう保存してないの、なんか物心ついた時からそれを始めてて、いつからかな、2020年からやってます4年目。なんか全部を買ってるってわけじゃないけど、とりあえずなんか、あ、これ新しいなって思ったら買ってるかな。でもそうだから、そのね
集めようとかこれ始めようって思って始めたわけじゃないからパッケージも取ってなくて、でも今から取っておくのもなんか中途半端だなって思って写真だけ撮って普通に終わっちゃってる。立派な趣味だと思う。そう、これ絶対いつか言おうと思ってた。今ここで言うのが正解だったか分かんないけど、まあ今見てくれてる人しか知らないから、いつかちょっと劇場の MC とかで言おうかな。そんな中好きな味はバレンタインの時に出るやつで、毎年出るんだけど、バレンタインの時期に出るやつ、名前わかんない、ちょっとなんかどっかのシェフとコラボしてるやつみたいなチョコ。え、バレンタイン限定ではないのかな。これ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 。テオブロマっていう、これは何なんだろう、レストランなのかな。とコラボしてる塩バターキャラメル味のチロルチョコ。あ、そうです、土屋さん、そう、テオブロマ、調べてみて。普通にあれか、チョコ屋さんか、チョコのお店だ。そうなんだよね、このチョコが本当に美味しくて、2023年はキャラメルだったけど、2022年はビターキャラメルか。そう、これがね、とっても美味しいんです。なんかもうチロルチョコとは思えないぐらいなんか高級な味がするの。高級な味っていうか、なんか、あ、チロルチョコってすごいなって思う。分かった、またバレンタインの頃に言いますね。そうだね、あとね、なんかに入っ5個くらい入って売ってるやつも買う。プリンセスと今コラボしてるんだけど、それもね気になってるけど買ってない。え、やっぱさ、全部買ってるんだけど今チロルチョコのホームページを見てみたんですね。そしたら季節限定って出てるやつ、このちゃんと1個売りで売ってるやつはポムポムプリン以外、あ、サウナチロルも買ってない。あ、サウナチロルは箱かけど、わらび餅も食べたし、
沖縄塩キャラメルっていう袋に入ってるのも食べた。あとマカロン味も食べたし、塩バニラも美味しかったですね。でルート限定ってやつがあって、多分これがなんだろう、これコンビニ限定とかそういう感じなのかな。ルート限定ってどういうことかちょっと分かんないけど、たまごっちのチロルチョコが今出ててね、それがパッケージがめっちゃ可愛くて、歴代のたまごっちがパッケージになってて、それは普通にパケ買いしました。美味しかった。でも味も美味しかった。あとコンペイトー味のチロルチョコ、味コンペイトーが入ってるチロルチョコも買ったし、あとスイミーのチロルチョコ、今この3種類が限定らしくて3個出てて3個買いましたね。あとはね、セブンに売ってるセブン限定の、あのセブンの黒蜜わらび餅みたいなのとコラボしてるのも美味しかった。こんなにチロルチョコについてさ語る時が来ると思わなかった。めっちゃ喋っちゃった。でもそう、そのなんだろう、リピートするとかもなく、本当に出た時に2つしか、そう絶対2つしか買わないの、3つ4つとかじゃなくて2つ。はい、2つしか買わない意味わかんないよね。そうリピートはしない、なんかそういうことじゃないんだよね。あ、信玄餅も食べましたよ。美味しかった。謎の趣味でした。今1個50円切るくらい、40いくらとか。あ、そうだね、メンバー知らない趣味じゃない、言ったことないチョコのコーナー必ずチェック、なんかだから無意識にやっぱ見ちゃう、そのコンビニのチロルチョコ見て、あ最近なんかすごく新しいものが出るときと出ないときがあって、小さいものが好きなのかな。そうかもしれない。なんかそれはねあるなって思いました、最近よく思う。シルバニアも好きだし、何が好きなんだったっけな、あとなんかこれも小さいもので好きだなって思ったんだよね。あとミニチュア系やっぱり好きで、ミニチュア好きだし、ビーズとかも好きだし、なんだろう、ちっちゃいもの好き。それも何で思ったんだったか忘れちゃった。またそんなでもないあーね、そうだね、ジオラマとかに手出したら止まらなくなりそう。多分そうだと思います。あのさ、なんかよく創刊号100円みたいな CM やってる時あるじゃん、ああいう毎月買って完成するみたいな、ああいうのとかやってみたいなって思うけど、絶対始めたら終わらないし。あ、そうそうそう、ディアゴスティ、ミニチュア好き、めっちゃ好き。そう、あれは創刊号は100円だけど月高いからね、
一回も買ったことないけど、それを大人になってから知ってびっくりしました。あとなんだろう、小さいものはね、何だったかな、何思ったっけな、あ、アクセサリー、それはそのうちに入るかわかんないけど、アクセサリーとか好きだし、あ、最近は自分はしてないけどネイルを見るのが好きで、細々したネイルのなんかすごい細かいデザインのネイルとか見たりとかしてるね。小さいものが好きなんだな、とにかく。小さい赤ちゃんとかも好きだし、なんだろう、あ、それこそ小さいたまごっちのガチャガチャとか、それも好き。ミニチュアが好きだね。キラキラしたものも好き。今足にキラキラの塗ってる。はあ、そんな感じですよ。だからまあチロルチョコの趣味は初出しだったんですけど、びっくりした？びっくりはしなかったかな。へーって感じだと思うけど。よかった、なんか知ってもらえてよかったです。今度チロルチョコの写真撮ったの集めて送るね。今度多分ほぼ撮ってるはず。確かにここまで話に出なかったのもし、なんかそうだね、なんでだろう、なんか別に言うタイミングもそんなになくて、いつか言おうぐらいに思ってたけど、そう、意外と言うタイミングってないなって思って。チロルチョコ箱買いはしたことない。2個で10満足しちゃうからね。グミに対抗、でもグミも食べるよ。だからワールドグミ研究部に情報をもらって美味しいグミを探してます。はい、そうだね、秘密を小出しにしていきます。素敵、職場で配る用のチロルチョコオリジナルデザイン注文中です。素敵だね、いいね、いいね。あ、チロルチョコ部ワールドチロル部作る、あるないでしょ。あ、ワールドチロル、そうだね、グミに対抗して。どのスパンで出てるんだろう、なんかそういうのも全然わかんなくて、多分チロルチョコ界では絶対ににわかだと思うので、全然そうわかんない。チロルチョコ界隈ね、あるのかな。もう一回調べたことあるんでね、いるんだよ
ちゃんと集めてる人とか。かわいいポムポムプリンの。しかも普通に美味しそう。お腹になった。そう、なんでもね、そう、いろんなものにファンがいるんだよ。チロルチョコフォローしようかな。そしたらわかるよね、何が出るとか。めっちゃお腹鳴っちゃう。チロルチョコの話したからね、チロルチョコ食べたくなっちゃうよね。そんな感じですよ。今日はもう出せる秘密はもうないかも。もうないし、これ以上さ、ようわからん秘密出てきてももうさ、もうなんかもういやどんどんわからないぞってなると思うから、今日はこの辺にしておこうかな。私秘密も自分でちょっと秘密って分かってないから。あと最近分かったことは、自分本当に多分嘘つけない、良くも悪くもね。それは思った。なので、なのでなんだ、なので今日はこの辺にしようかな。あ、それは分かってた。みんな、そう、嘘はつけないんですよね。本当に。あ、そう、隠し事もあんまりできない。隠し事、隠さなきゃいけないことは隠すけど、だからちょっと匂わせるとかも本当一切しない。それがいいことなのか悪いことなのかもう分かんないけど、隠さなきゃいけないことは隠してください。そう、隠さなきゃいけないことはもちろん隠しますけど、情報解禁前のこととかね、そういうのは隠せるよ、ちゃんと隠せるけど、何、気持ちの面とか、そういうとこですね。うん、そうだね。相手を騙すゲーム苦手。そう、なんか苦手っていうか、やり方が分かんない。人狼ゲームとかね、やり方分かんなくて。だから相手にならないんですよ、ユーハを人狼に誘っても。
よし、じゃあどうしよう、終わるかな。あ、ザ・テレビジョンのグラビアの話が気になってます。そう、読んでくださった方はわかるかもしれないけど、ちょっと今回は匂わせさせていただき、匂わせていただいたので鍵取っていただけるとありがたいなって思ってます。それ以上は言いませんか。書いてあること以上は言わないけど、まあ楽しみにお待ちくださいということで、よし、終わろうかな。待って、よし、準備できた。壇上じゃあ読みますね。13位まさしさん、ありがとうございます。12位たむひろさん、ありがとうございます。11位たむちゃんさん、ありがとうございます。10位まっちんさん、ありがとうございます。9位はやかぜさん、ありがとうございます。8位まきまきさん、ありがとうございます。7位えちごパワーさん、ありがとうございます。6位やおさん、ありがとうございます。5位北村ランド定住水道橋博士さん、ありがとうございます。4位 N さん、ありがとうございます。3位こんちゃんさん、ありがとうございます。2位スキャットさん、ありがとうございます。1位ギバさん、ありがとうございます。ありがとうございました。絶対よ、なんかさ、話してないこといっぱいあるんだけど、なんだろう、ないかな、大丈夫かな。まあ今日は終わりますね。明日は配信できないかもしれないけど、できたらします。今日は早く寝たいなと思ってます。じゃあまたいつか。またね、おやすみ。